ちは。こんにちは。さあ、出川さん、パ・リーグの今日は月間監督総評です。はい、はい、じゃあまず現時点での順位からいくと、ロッテ吉井監督です。5点だな。おお、まあ、ピッチャーの使い方が素晴らしいね、まずは、それと再生してる人たちがたくさんいるというか、まあ、西野なんかもそうだよね、はい、まあ、そういうのをはじめ、その増田っていうのが春先あんまりいいのか悪いのか分からんなっていうのが、まあ、安定してきているし、はい、オープナーをやったりだとか、先発ピッチャー2人で試合を賄ったりだとか、はい、いろいろアイデア豊富にやってくるよね。吉井監督ならではのそういう使い方というか采配というかされてますよね。それとやっぱりこう野手が動きやすくなってるよね。だからそういう雰囲気を作り出してるというか、はい、だからいい感じで進んでるのと、やっぱりキャッチャー田村を忘れてなかったというね、はい、彼を使うことによってピッチャーは安心感あるだろうし、まあ、江村っていうのもね、はい、今いて、もうこれもいいしね、キャッチャー佐藤俊也、はい、うまく循環させてるし、だからそういう意味ではすごくチームを一つにし、チームのつながりを保ってるよね、はい、そうですよね、だからベンチの雰囲気ももしかいいのかもしれないですね。いいよ、負けててもホームラン打ってきた選手は笑顔だもん吉井監督は、はい、まだ試合終わってないからね、はい、負けたらやっぱ不快なんだろうけど、試合中は絶対こう表情を崩さないというかね、はい、まあ、そういうところもあるし、そうですね、だレアード、マーティン抜けてからなかなかロッテってこう、ね、上位に行ってたのがいけなかったっていうところで、ピッチャー陣しっかりして打線も、そうだね、だからポランコを4番にしようと今必死にしてるけど、これが4番に座った時はもう100点満点だね。さらにもっといいと、だからここだから確立したいっていうのももしかしたらあるかもしれないですね、吉井監督、はい、もう満点ですね。でも今のところはいうことなんですよ、はい、じゃあオリックス中島監督5点。お、ここも満点。これはね、これだけ主力が抜けて、ピッチャーがねちょっと離脱したりだとか、本調子じゃない選手がいる中でよくやってるよ、そうですね、よくやってる本当に、でファームから上げた選手を思い切って使ったりだとか、紅林が逆転サヨナラを打った時に、まあ、言ってて印象的だったのは、本当だったらここで代打を送られるケースだったんだけど、ベンチ見ても誰も動きそうになかったんで思い切り来ましたみたいな、やっぱそこら辺はやっぱやってこいみたいな兄貴的なところもあるし、親父みたいなところもあるし、だからオリックスの中島監督は5点上げてみた。さすが優勝してるチームだけあっての采配というか、まあそうだね、うん、まあだから主力が抜けて若手だけになった時に T.A. 岡田を上げて、ね、使ってみるとかさ、だからそこら辺はやっぱこう選手のなんか気持ちをくすぐるよね。そうですね、やっぱなんかすごいものを持ってますね、やっぱり中島監督は、ね、まあアイデアマンだしね、はいはい、さあソフトバンクの藤本監督です。難しいな、3点かな。3点、まあ、戦力的に見てもちょっと物足りないっていうのと、やっぱねあれだけ後ろが完璧にいいのに、あと1点取ればいいのに、川瀬にバスターやらしたりエンドラインやらしたり、結局遅れずにゲッツーくらったりだとか、いやいやノーアウトランナー一塁だから、もう川瀬だったら十分遅ればいいじゃんって、で次甲斐に回ってくる、甲斐が調子が上がってんのに、なんで甲斐を信じてあげないの、で1番に中村持ってきてんのに上位に回ってくるのを、ここを素直に送っときゃいいじゃんって思うシーンが何回かあったんだよね。だからそのチームの力量、例えば8回9回は完璧だ、それまでに何点いる、そういう計算がなかなか信じきれてないのかなっていうような感じがするよね。選手を信じきれてないというか、どこかで、そうそうそう、だから、まあ、確かにねソフトバンクのあの戦力で、あのお金の使い方、そうすれば絶対勝たなきゃいけないよ、勝たなきゃいけないっていう風な、そういうものに潰されそうになってるよね、気持ちが。だから辛いと思うよ藤本監督も、だからそこら辺での迷いがあんのかなっていうような感じがするんだよね、だからその迷いは捨てた方がいいよ。ほんでね、もうそんなねチャンスを広げるとか広げないとかいうよりも、しっかり得点圏に置いとけば勝手に仕事をしてくれるようなメンバーがいるよ、そうですね、だからそこら辺は信じた方がいいと、選手を信じて、
やっぱね打ちやすいような形を作ってあげたいっていう気持ちも分かるんだよ、うん、やっぱランナーサードでワンアウトの方が打ちやすいからね、外野フライで1点取れるし、セカンドだったらヒットが必要になってくるから、はい、だからその打ちやすい形を作りたいっていう気持ちは分かるけど、うん、選手にね、うん、だけどそこら辺は選手を信じた方が俺はいいと思う。そうですね、うん、じゃあそういう意味でもちょっとプレッシャーに押しつぶされず選手を信じて采配やった方がいいなと思う、ね、さあ日本ハム新庄監督です。4点、おお、はい、いいですね。まあでもよくやってると思うよね、うん、あのさ、はい、伊藤がね8回まで投げて、はい、8回のマウンド上がって先頭バッターフライを落とされたんだ、うん、その後浅村に逆転ツーラン食らうんだけど、はい、気持ちわかるよ。新庄監督ガクってなってて、うん、ベンチ裏で、ね、新聞記者に囲まれて、うん、まあ、怒ってたみたいだけど、うん、ああいう場面って何回も見るもんね日本ハムで。あのそうですね、やっぱここエラーしちゃうみたいな、うん、ここワイルドピッチしちゃうのみたいな、あそういうことがたくさんありながらよくチームを勝たしてるよ。そうですね、現在4位というところで、うん、だからよくやってるし、前腰の使い方もそうだし、田中正義を隔離させたりだとか、はい、まあ、よく本当に頑張ってると思うよね、うん、それとマルティネスをキャッチャーで使ってチームの輪に入れたしね、うん、それまでね DH とかそういうことをやらせるとそんなにねチームに馴染んでる感じはしないんで、はい、でもキャッチャーをやりだしてからバッティングの状態も上がってきたし、チームの輪に入っていってるっていうか、うん、まあそうですね、中日から日本ハムに行って、そう日本ハムのこうようやくチームメイトに一員になれたかなっていう、なれたような感じがするよね、うん、はい、だからまあそういうことを考えると新庄監督はよくやってるなと思う。まあ、5月もそうでしたけど、なかなかポジションが定まらないっていう時もあったりとか、まあ、ちょっとまだ動いたりっていうのもありますけれども、まあまあ他のチームもね見てたらね、はい、動いてるけど、うん、まあ、新庄監督っていうのはそのメンバー9人いて、はい、その中でいろいろ動かしたりとかしてるケースもあるからね、はい、だからそんなに昨年ほど激しくは変えてないから、うん、まあ、そこら辺はいいのかなと思う、うん、はい、さあ西武の松井稼頭央監督です。まあ、これもヤクルトと一緒なんだけどさ、監督のせいでもないんだよね、うん、これはもう戦力というところでですもんね、まあ2点だな、やっぱあの投手力で勝たしきれない、はい、一番問題もあるし、はい、ね、4番大抜擢渡辺健人、うん、はい、やってくれるのかやってくれないのか、うん、ね、まだ未知数ですもんね、あだから先が見えないんだよね、うん、ただ投手力はねあるのはあるんだよ、うん、だけど思いのほか結果が出てないっていうのは歯車が狂ってるよね。そうですね、うん、あとその一番問題で一番をなかなか松井監督も固定できてない状態で、まあ、固定はこれはきちっと誰かに、強いチームで一番固定ができてないチームなんかどこもいないよ、はい、うん、だからソフトバンクも一番に悩んで中村にしたりだとかしたけど、うん、やっぱ結局今3位ぐらいにいるでしょ、はい、だからまあオリックスぐらいだよ、不思議なチームは、あーいろんな選手が打つけどもね、はい、いろんな選手が打つけども、まあ、でもタイプ的には一番っていうね、うん、で今年調子のいい阪神、はい、近本がどしっとそう、うん、ヤクルトが苦しんでる、うん、塩見がいなかったりいたりだと、そうですね、うん、で、まあ、DeNA も佐野というね、うん、まあ、一番にしてるけども、はい、でもこれも固定で使ってるよね、はい、だから一番っていうのはでかいよな、いいですね、ましては4番もいないしな、いやそうなんですよ、おかわり君が頑張ったけどな、なかなかな、まあ、疲れとかも、ね、あったり休ませたりっていうのもあるでしょうし、まあ、源田選手が、ね、帰ってきたところなので、ここからこう松井監督も源田選手を、ね、使いながらなんとかチーム立て直し、まあ、そうだな、まあ、厳しいとは思うんですけれども、はい、はい、さあ楽天石井監督です。1かな、まあ、非常に厳しいですね、これやっぱりチーム成績が打撃も投手力も最下位なんだよね、はい、数字を見るとこれはやっぱり何をしてたんだって言われてもしょうがないよね、はい、そうですね、どう立て直すんだっていう、その一人一人の個々のすごい選手たちがいるのになぜっていう、
そうだな、うん、だからみんな名前はあるけどしっかりした働きをしてくれないというね、うん、まあ、そういう悩みはあるにしてもやっぱそれを鼓舞していくっていうのが監督の仕事だからね、うん、だから選手任せではダメだし、うん、やっぱりねユニフォーム着てる時っていうのは選手はねプライドがあって偉そうにするかもわからないけど、うん、やっぱ不安定な子供と一緒だからね、うん、ユニフォームを脱いで初めて世間の風にさらされて大人になっていくよ、はい、本当に、うん、だそれまで野球しかやってこなかったんだから、うん、やっぱ世間というの知らない、はい、だから突っ張ってどうのこうのってするけど、うん、でも内心は不安な子供だから、うん、やっぱこう手を差し伸べてあげる方がいいよ、うん、本来そうですね、うん、監督そんなねくだらないプライド持ってたって、うん、チームの中で、はい、ね、しょうがないから、うん、それも教えてあげなさい、はい、社会に出た人だから、うん、だからもうやっぱりチーム作りってそうだと思うよ、うんうん、子供を育てるって、はい、子供っていうのはもう愛情だけしかかけないんだよ、うん、でもそういうやり方をしないとダメだと思うんだよ、うん、それとやっぱ教えてあげる、プライドって何のためにあるのか、うん、必要なのか必要じゃないのかとか、チーム団体競技っていうのはどういうものなのかっていう、まずそういうとこからやっぱ教えるべきだよ、ね、うんうん、じゃないとチームがバラバラになりかけてる、まあそうですね、見てるとね宇宙分解しかけてますもん ね、 そうだね、だからまだ間に合うと思うから、はい、早く手を打ってほしいなと思うね、はい、さあ月間監督総評しましたが、来月もまた豊さん、まあ、豊さんしか言える方がいないので、はい、疲れちゃうかな、いろいろ気を使いながらね、はい、だとは思うんですが、また来月もこの監督総評していきます、はい。